松下玲子9月26日台は、日本の政治家、東京都武蔵野市長、元東京都議会議員、戸籍名は、内田玲子、愛知県名古屋市生まれ、通信社に勤務していた父親の転勤により、幼稚園は新宿区で過ごす、横浜市立長野小学校、横浜市立上栄穴科学校、苫小牧市立和光中学校、 北海道苫小牧東高等学校実践女子短期大学国文化卒業。1993年3月実践女子大学文学部美学美術史学科卒業。同年4月札幌ビールに一般職で就職。金曜日の夜に三浦半島に入って合宿所に泊まり土日は相模湾でヨットの練習というヨットレース残昧の生活を送るが 途中で考えを改め、社内の試験を受けて、総合職に転換。総務部で人事を担当した。仕事をする中で、社会保障制度の問題に関心が向き、慶応義塾大学の通信課程に入学した。2001年、札幌ビールを退職。2004年、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程を修了。同年、松下政経塾に入塾した。 この時は経営コンサルタントになることを考えていた。2005年、第17回東京都議会議員選挙に民主党公認で武蔵野市選挙区から出馬し、初当選した。2009年、第18回東京都議会議員選挙で再選。2013年6月の第19回東京都議会議員選挙では、前年にゲアした民主党への逆風を受け、 武蔵野市を含む東京18区が、自盤の菅直人元首相の支援も受け出馬したが、自由民主党公認の新人、島崎義次に、僅差で敗れ落選した。2017年6月の第20回、東京都議会議員選挙には、民進党公認で武蔵野市選挙区から出馬。東京、生活者ネットワークや自由党、緑の党、グリーンズジャパンからも、 推薦や指示を受けたが、都民ファーストの開講人の新人、鈴木国和に約5000秒差で惨敗した。同年8月14日、武蔵野市長の村上森政が、同年の市長選に出馬せず、引退する意向を表明した。8月18日、武蔵野市長選挙に無所属で出馬する意向を表明。都議選に引き続き、民進党、日本共産党、自由党、 社民党、東京、生活者ネットワークの野党陣営から幅広く支援を受け、友情姿勢の継承を訴えて立候補。10月1日に行われた市長選挙で自民党の推薦を受けた元市議の高野光一郎を破り、初当選した。当日有権者数、12万11人最終、投票率。 44.26%2021 年10月3日投開票の市長選挙で自民党推薦候補らを破り再選。当日有権者数122,417人。最終投票率 47.46%2019 年12月31日。現在の資産等の状況については土地、建物の所有を目的とする地条件または土地の賃借権。 建物、預金及び、貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機及び、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金すべて、該当なしである。所得等の状況について、令和元年中の所得は、給与所得17719400円、5908円で、ある。ありがとうございます。